ヘンリー・ジャクスンはアメリカの作家アイザック・アシモフの推理短編小説黒ゴケ蜘蛛の会シリーズに登場する架空の人物。本職は給仕であるが物語では謎を解く探偵役を務める。NHK-FM 放送で黒ゴケ蜘蛛の会のラジオドラマが放送された際には久米明が声を当てた。ヘンリーの外見的な特徴はシリーズ中では外見は60代ながらシワ一つない顔で年齢を感じさせない人物とだけ描写されている。髪型、髪の色、瞳の色などの描写はない。謙虚で、誠実、温厚な人柄であり、大変な正直者である。現在はニューヨークのミラノレストランで給仕として働いているが、シリーズ第1話、会心の笑いにおいてアンダーソンという男と過去に何らかの事業をしていたことが、明らかになっている。それ以外の詳細な経歴については一切不明である。ただし、作中における描写から彼が高い教養を持っていることが伺える。また、生のジャクスンについては、会心の笑い以外の話では、後期の作品、4月の月曜日で一箇所触れられているだけである。黒ゴケ蜘蛛の会が月に1回ミラノレストランで開く、会食で、専任の給仕を務めている。ヘンリーは、その推理力と、人柄から黒ゴケ蜘蛛の会のメンバー6人の尊敬を得ており、シリーズ後半ではしばしば正規の会員として、他の会員たちから扱われている。シャーロック・ホームズの崇拝者であると発言したことがあり、実際にホームズの言葉を引用して、謎を解決したこともある。ザ・リターン・オブ・ザ・ブラック・ウィドワーズに収録されている。差は去りながらにおいて、独身であり、結婚予定の女性がいることが自身の口から語られている。作者自身は P.G. ウッドハウスの短編作品、ジーブスシリーズに登場する執事のジーブスをモデルにしていることに言及している。黒ゴケ蜘蛛の会の会食で提出された謎について、メンバーが様々な推理を展開した後、皆が見過ごしたり軽視した事実をもとに推理を展開するというパターンが多い。謎解きにおいては非常に想像力豊かな推理を披露する反面、場合によっては特に推理をせずに百科事典などを調べることによって回答にたどり着くこともある。その知識は天文学から地理学まで広範な範囲に及ぶ。実地調査をすることは決してないので代表的な安楽椅子探偵の一人とされる。登場作品は66編である。ありがとうございます。